して攻撃を受けてるんで、はい、ちょっと内心穏やかでないと、足を取ったら首固め、これが2連勝に通じるか、すごい勢い、そしてまた鶴田がこれを返しています。さあすごい白熱の攻防戦、さすがにトップレスラー同士、これぞ全日本プロレス、その日本のプロレスの本流をよく勝負だ、すごい勢いだ、すごい勢いだ。若林さん何かリポートありますか。あ、馬場さんのコメントです、はい、非常に両者の持ち味が、バックドロップ、バックドロップ、鶴田バックドロップ、さあこれで天竜後頭部を打った、カバーに行くか、カバーに行けばこれは相当効いているが、さあ決まるか、決まるか、決まるか、抑え込んだ、抑え込んだ、抑え込んだ、鶴田抑え込んだ、鶴田抑え込んだ、パンとパンで天竜跳ね返すんです。馬場選手はね、こっからだと言ってますね、はい、で前回上回るいい勝負だとも言っています。はい、わかりました。馬場選手のコメント、若林アナウンサーのレポートでした。本当に素晴らしい勝負ですね。そうですね。さあドーッと今度はドロップキックを打ってきた鶴田が、とうとうジャンプ力を発揮してまいりました。鶴田には足がある、鶴田には足がある、これを待っていたかのように鶴田自信満々の表情で天竜を追いかけると、場外で両者リングアウトは絶対にしない、お互いに、お互いにこれは約束いたしました。今夜も決着戦です、どんな形でも決着戦、そう両者は言い放っています。再びリングの中両選手入ってまいりました。勝負は15分が経過、ここで円錐切りを放ちます天竜。いやすごい勝負ですね、山田さん。そうです ね、あの天竜選手も相当大技出してきましたね。パワーボムだろう、パワーボムだろう、すごいぞ、わーっと崩れた天竜、思い切ってパワーボムの体勢、有山さん脳天空一の体勢か、鶴田も両足をブル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 震わしてこれをディフェンスいたしました。ずーっとすごい勝負だ、本当に凄まじい勝負だ。日本武道館興奮のルツボ、パワーボムに行くのか、行くのか、ショルダーに行くのか、おっとパワードームはやや崩れかけておりますが、気力で抑え込むか、鶴田がこれまた腕の力で天竜を跳ね返しました。まだまだ両選手力があり余っております。まだ勝負の行方は本当に分かりません。大きな天王山、全日本プロレス創立15周年記念カード、そしてこの試合